アンの人形劇団へ私とシシとナナであなたに素晴らしいショーをご披露いたしますごきげんよう私が人形使いのアンといいますこちらはシシとナナ私たちの人形劇を見ていただけますか 立派なお人形はどこにいるのかなわあーあなた可愛いわねあら、リーダーでしたか。おはようございますこんにちはこんばんは昨日の人形劇はとっても良かったですよ獅子とナナと私で一緒に見に行ってあげましょうかお久しぶりです獅子もナナも、 あなたのことを忘れてしまいそうですよ。あなたを私専用の人形にする必要があるみたいですね。あなたもお人形を操ってみませんかとても素晴らしい感覚なんですよ。つっつかないでください。シシとナナはもうあなたについていきませんよ。でも、私はついていきますけど。今日はと でも人形劇日和です。一緒に楽しみましょう。空が暗いですね。ろうそくを灯しましょう。なんだか、童話を話すにはいい雰囲気だと思いませんでは、ある真夜中、マッチ売りの少女が歩いていました。えー、すると突然、目の前のショーウィンドウが鏡になってしまいました。リーダー、 シシとナナは木でできているので、雨に弱いんです。傘をさしてもらえますかおはようございます。シシとナナも時間通りに起きましたよ。私たち、これから人形劇の練習をしますから、ぜひ楽しんでください。 でも無駄ですよ。獅子とナ,ナは食べ物じゃありませんし。まさか、リーダーは獅子とナ,ナで火でも起こすつもりですか絶対にダメですよリーダーが私たちの練習を見ながら居眠りするだなんて。もう午後だからなのか。それとも、リーダーには舞台を理解する才能がないのか。<laughs> まあいいですよ。 少し休憩にしましょう。じゃじゃーん食後のひと時とに、アン監督の新作人形劇、白鳥になれないアヒルは異世界転生しましたっつーを上演いたしまーすぜひお見逃しなく私の童話の中では、夜更かしする子供は狼にさらわれちゃうんですよ。あなたは、子供ですか それとも、狼ですか一緒に童話について語り合うのも悪くありませんが、コネクターとしての役目を忘れてはいけませんよ。さあ、行きましょうイリュージョンへ私のかかきちゃん、相変わらずかわいいですね。あなたの顔を見るのは、唐辛子を食べるよりも嫌なの。このなた女。あんな姉さんは、 いつ見ても綺麗ですね。ご褒美が来ましたよ。リーダーがずっと頑張ってきたおかげですね。新しいメールが届いてますよ。獅子とナナが運んできてあげましょうか。ようこそ、アンの人形劇団へ。私と獅子とナナで、あなたに素晴らしいショーをご披露いたします。私、強くなった。 感じます人形を作ることと人形を操ることは全然違いますよ私は人形を操るものです。ちゃんと覚えてくださいね。赤い髪の子は獅子、白い髪の子はナナです。もし間違えたら彼女たちが怒りますからね。人形は体だけでなく心まで 二人分かってあげないと、言うことを聞いてくれないんです。ずーっと見に行きたかった人形劇があるんです。二人で一緒に見に行きましょう。人形劇が始まっちゃいますよ。リーダー早く一緒に悪役たちに罰を下しましょう劇の開始よはっそれそれ人形たちを甘く見ないで 人形たちを甘く見ないで最高のショーでしたね。観客は。